僕今まで一番数作ったトップウォーターはね、これですよ。うわこっちもこっちもすっげえ釣ったな。え、なんでこんな卑猥な色してんですかこれ。これこえコーリさんマジかよっていう感じ。持ってなかったんだ。僕はこれ実はポッペクさんも興味なかったです。ポッパ自分で作ってたんで、はいはいはい、自分でほとんどバルサで作ってたんで、はい、トップってウェイト計算したくていいから簡単に作れたんですよ。はいはいはい、もちろん。ディベックってポップ X はもっと考えられて作られてますよ、はい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 、あの水の抜けとか音とかも、はいはい、でもあの頃はほらトップウォーターで釣れるところに行けば何投げても釣れたので、まあまあ自分で作ったルートがあって、はいはいはい、ついでだからそれ見せましょう。あ、いいんですか、それ見たいです。コンクルージョン一番釣ったと自分自作トップウォーター。コンクルージョンじゃないですか今思えば。違いますよ、そんなね、コンクルージョンって人に名前をね言えるようなねルアーじゃないですよ、これね。なんすか。これ、使わない、一生使わない。一生使わないルアーって、はい、そこに。僕今まで一番数釣ったトップウォーターはね、これですよ。うわー。来た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 。こっちもこっちもすっげー釣ったな。え、なんでこんな卑猥な色してんですか、これ。え？コンクルージョン。言いましょうか、こんな色してる理由。はい。ピンクしか持ってなかったんですよ。これな、僕色塗るの苦手で大っ嫌いで死んだ臭くなるし、ね、なのでピンクの塗料があったからもうこれでいいやと思って、はい、これ以上何も入れないと思って、うわすげえ。でもこいつもちょっともう頭割れてこう水入ってきそうになってますけど、これはウッドで作ってて、はい、そっちバルサかな。こいつ考えられてこのペンシルめっちゃ釣れましたよ。いやー、あ、でもサイズ感がもう絶妙に食わせのサイズ感ですね。サイズ感もいいし、それはね、うん、こっちを作ってって投げてて、いろいろ考えた結果、こういう形が一番釣れるだろうと思ってこれにして、はい、で、あの、ウォーキングドックさせても糸が針にかからないっていう。はい。で、この頃、流行ってた、ペンシルベイトが、はい、ちょっとピーって入れておいてほしいんですけど、はい、あ、まあ、いや、それが言っちゃダメですよ。クソすぎて。いやいや、こんなものが売れるんだったら、これ買った方がいいだろうと思ったら。ちょ、ピーピーピーです、ピーです。ほんと釣れました、これ。あ、まあ、そういう実践の中から、ちょっとこの浮き角で、とか、いろいろ頭の太さで、とか、見た目くれとかは悪いけど、いや、この色で、まあ、これで、あの、暴走リザーバーとかで、フローターで、1日60本とかトップで釣ってたんで、はい。いや、全然、見てくれはあれなんですけど、色ね。色が、これ、コーリさんマジかよっていう感じ。持ってなかったんだ。ちなみにこの頃ってピンクローターなんて売ってませんでしたから、ね、いや、何言ってんすか、ちょっともう。変なところでまた P を入れなきゃいけなくなる。それがなかったんですよね。こっちの方が先ですからね。これで何かしてたわけですね。ピンクのおもちゃは売ってませんでした、当時は。これで、コーリさん。はい。なんでこれこんな卑猥な形してるんですか、これ。あ、それは。多分なんでこれ。それはね、じゃそれはね、最初ね、ナマズの顔してたんです。ああ。生津の形してたんです。はいはいはい、はい。あの当時、ね、あそこ、ボーマーじゃなくて、はい。パグリーズに、はい。ハットキャットっていうルアーがあったんですよ。はい。それも、入ってんじゃねえかな。すげえ。こいつだ。ママキャットだ。これすごいな。ママキャット。はい。っていうルアーがあったんですよ。はい。ああ、はいはい。これを作ろうと思って、はい。削って放置してた、原型をトップにして、はいはいはい、顔がナマズっぽいから、最初ヒゲついてたんですよ、はい、はいはいはい。ヒゲは飛んでいっちゃいました。はい。ヒゲを飛んでいった上でもう一回コーティングし直したんで。いやー、小森さんがこれ、ルアー作りに着手しない理由がなんか、わかるよ。釣れたんだからいいでしょ。いやいやこれ。ありがとうございます。これ大事な。だって僕がいるんだったらこうなっちゃうんですよ。ほら。小森さん、これ。それ一番塗った、釣れた色ですよ。その色で塗った CB200 とか超釣れましたよ。ああのとにかく魚を釣るってことと綺麗に見せるってことは、はい、若干違うところにセンスがあるんだと、はい、僕は思ってます、はい、これが多分これが本当の一番初期のビッグ200ですから。だから小森さんこれをあんまり映してるとコンクルージョンが売れなくなっちゃう気がするんでこれはダメですね。これもうモザイクかけた方がいいですよ。すごい貴重なものを見させていただいてますよ今。貴重ですよ。超貴重な小森さんメイドの入れ食いトップウォータープラグ。ほらこれ これ見たことありますこの DPX200。 ちょっと拝見させていただいて。あー来たー。この
これですね。そうですよ。グアニームゴーストなんか出る前ですよ、これ。多分。来た来た来た、シール目で。はい。あ、でも保管状態いいですね。いいですよ、これは眠ってたので。多分使ってもいると思うんですけど。もちろん使ってます。結構釣ってます、それも。うわ、あー、来たー。そのワカサギなんて、これ、おじゃが池で多分、でかいのいっぱい釣った記憶がある。来た、これはもう、これは本当もう使わない方がいいですね。貴重な、貴重な。はい。あ、でも、リペックスはやっぱりほら、昔のボックスからもガラガラ出てきますよ。はい。そう、ミヤネルは投げてるうちに、オイカワメスが一番いいっていうことに気づいて、はい、今でもオイカワメス一押しなので、はい、その初期のオイカワメスです。あ、和銀とか入ってない、これの。あー、オイカワメス。すごい、全部シール目だ。うわー、いいですね。この、グアニウムゴースト前のシリーズもいいですね。はい、いいですね。でもね、カラーで一番好きだったのは、シュガーミオの、この、これですね。何でしたっけ、このカラー、グアニウムカラーってやつ、あ、この銀が好きでしたね。銀はそれが一番好きでした。あ、はいはい、ありましたよね、はいはい、この感じですね。これも使い込んで、これ多分ちょっと膨らんじゃってるんじゃないですか、これ。まあ膨らんでますね。それも脱皮直前、もうちょっとセミが出てきますね。もうなんか生まれそうな状態に。すげー。ねえ、なんか、ここだけ、まあ他にもデッドストックボックスあるんですけど、はいろいろ、これ多分ね、神戸のマイケにいた頃に一番バズったルアーじゃないですかね。あー、ザラパピーかな、これは。パピー大好き、パピーいっぱい持ってます。あ、これほんと釣りすぎて、歯型で、もうバカなくなってますよね。下のボーンの下地みたいなのが出てきちゃってて。あ、これ僕作ったポッパーです。来たぞえ、これ小森さん作ったんですか。多分ね、なんか見て作りました。え、これでも売り物じゃないですか。なんか見て作ったと思うんですけど、それをそっくりに作ろうと思って。お、すごい。あ、コンクルージョン。コンクルージョン、違う違う違うすごい、こう目がもうなんか溶けてゾンビみたいになってますけど。で、ラッキークラフトのシールが貼られてますね、これは。ああ、そのシールちょっと後から貼ったんですよ。はい。で、あとこれシャットラップ、リップボルダーで自分で作りました。もうすごい、小森さんのシャットラップ、これも結構釣ったんじゃないですか。これはもう、それ釣りましたね。それも神戸の沖にいた頃、一回なくなっちゃって泳いで取り行ったぐらい大事にしたルアーですね。あ、これもなんか、肉眼だとわかるんですけど、バスのシャッシャーっていう、こう歯型がね、いっぱい背中に刻まれてて。あの、僕酔っ払うとすぐ目が赤くなってたんで、昔、はい、はい、水分取らなかったんで、ね、はい、このね、シュガーミノーのこのカラー、これレッドアイって言うんですけど、これ僕のトレードカラーでしたね。いや、いいですね、正月っぽいこのあー、はあ、これ、あれ、いや、これこれもリップ調整済み。あー、それもリップ折れちゃったんでしょうね。で、自分で直してる感じですね。ルアーのリップって折れますよね。で、こう直して大切に大切に使ってたんですね。これも、これなんか修正したリップまで折れちゃった X55 じゃない。いや、これはグレートハンディング機能。はい。え、俺この色持ってますよ、小森さん。これめっちゃ釣れましたよ。これあげましょうか、今度。いいですね。それはね、はい、多分ね、高滝ダムの初期の頃にボコボコに釣れましたね。あ、じゃあ自分で使おう。小森さんにあげる必要ないよ。これ目覚ましくんと静かじゃん。ああ、はい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 。これ見てる通りあんま投げてないです。こっちが目覚ましくんで、はい、こっちが静かちゃんですよね。はい。こっちがサイレントで、こっちが、ね、あの、ラトルインで。あと、これと、あと、フローティングもありましたよね、このシリーズ。ありましたね、なんかね、これね、はい。そう、初期のやつは F があって、フローティングバイブレーションなんてその他のネタになかったんで。これチマチマ、あー、これはすごい。このね、チマチマちゃんに関しては渓流でね、トラウトっていうか、あの、よく言ってた渓流で、はい、イワナとか釣るのに使ってめっちゃ釣れましたね。まずあんまり釣った記憶はなくもないけど、うん、これでもこのギルカラーのこれ本当野池最強のやつですよ、これ。それ釣れ、まあその色はね、基本的にあのラパラでもあったし、すごい好きでしたね。で、これ多分フックが金針直付けなんで、はい、これは本当貴重なチマチマですよ、多分。あ、そうなんですか。うん、リップがでもね、一回折れて自分直してます。はい、
あ、そう。リップがもっと縦角のはずなのに、ちょっと寝かしてあるなと思って。で、後から自分でつけました。中のリップをつけました。これ貴重ですよ、これは。これ僕が作ったペンシルベルト。あ、来た！出た。コンクルージョン。これ完全に。コンクルージョン。あ、どうなんですかね。綺麗。お腹を平べったくしたかったんですよ。はい。で、まあ僕の知り合いで、すごくうまく作ってくれる方がいたから、その後はその人にお願いするようになったけど、はい、それのモデルにしたのがこれですからね。はあ。あ。おー。え？それクレイジーペンシル。はい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 。多分アバロンが持ってる人少ないと思いますね。なんか雑然とすごいルアーが今続々と登場してるんですけど、マジかこれ。これも加工場で結構釣ったな。うわーすごい。このルアーを使いこなせる人がいたら知り合いになりたい。何ですかこれ。ボーンニードルフィッシュって水中で動くペンシルです。すげえ。初めて見た。まあ、でもね、今思えばなんですよ、これ愛人に引いたらすげえ釣るそうです。え、これちょっと IG 動画、これいけんじゃないですか。これ霞ヶ浦とかで釣れんじゃないですか。あのサヨリにそっくりだから。うん、僕ね、加古川ってよくの川で、はい、テトラの前とかでトゥイッチしてポロポロと釣りましたね、はい。こんなルアーがあったんだっていう、はい、わあすごいな。これも貴重なルアーだと思うんですけど、今回釣れそうですね。なんか、うん、こうやって掘り返してみると、まあ今なりの使い方とか、ね、やっぱその当時はまだ常識になってなかった戦略とかも、はい、うわ、これが多分キーホルダーにしてたからこうなっちゃってます。ああ、こういうすごいことになってます。今いろいろありますよ、ほらこれ。あ、それホッテントットですか。どうも、これデビルダイバーじゃないですかね。ホッテントットかな、ホッテントットかな。こっちがデビルダイバーか。うわー、こっちデビルダイバー。あ、ワームは自分でつけました。わセンスないでしょ。なんだこれ。すげえ、すごいっすね。こんなすげえも出てきましたよ。はい、グレートハンティングミノー来た。これ俺も持ってます。これ超レアですね。これ9号ですよ。9号ですよね。あのグレートハンティングミノーの伝説の、なんかその後70サイズと5号サイズはすごい一般的になっていたんですけど、はい、この9号は一回いなくなって、まあ、その後でも、まあ、ビジョン9号とか、そうなんですね、もう、まあ、9号レングスのミノーは増えてくるんですけど、この初期の、うわ、目のこの、あ、僕それもらったのかな、それは違うな、それは買ったんだ。あの気がついたらなくなってたので、うん、なんかあんまりこう追っかけられなかったんです、そのシリーズは。いやー、これはだってあんまりないですよ。ないですか。うん、9号、俺もだからこういう、そう、9号とかがポロッとないかなと思ってタックルベリーとかよく行くんですけど、さすがにないですね。あのまだ昔あったあのサンライズとかで大切そうに売ってて、江東区で、はい、そこでうわ9号だと思ってお金貯めて、ちょっとプレッチついてたかもしれないですけど、買って今でも大切に使ってるんですけど、これは激レアですよね。激レアですね。もう初期のメガバスのなんていうか伝説のルアーがなんか続々と今登場してますけど、もうこれぐらいかな、はい、見せどころは。いやー、でもすごかったです。あとくっついちゃったりしてるんで出さない方がいいな、はあ、俺ついに始動って、コンクルージョンの夜下を見ながら作ったんですよ。嘘ですよ。小森さんのサイズと違うあの合わせて作られてるそうなんで、なかなかそれも釣るまでもね、こっちは本当釣れました。なんか全部ギューッとこうお尻の方をすぼめてて、ね、本当はい、スッて吸い込んだ時に、フッキングを重視してるので、はい、うん、シャッてこれかかるなっていう形はしてるんですけど、そうだ、この頃はねトップウォーターばっかりやってたので、はい、だんだんその買ったトップウォーターで飽きてきて、うん、自分で作って、そのうちすごい上手い友達ができて、はい、その人がいろいろ言った通り作ってくれるようになったんで、はい、その人に作ってもらって、その人と一緒に本当はねバスプロを目指してたんですよ。あ、はい、まあ、その人がちょっと仕事とかいろんなことあって、はい、釣りやめるって言って一回やめちゃって、一人ぼっちで JB に入ることになってしまったんです。はい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 。まあ、その話はまた長いので、はい、いろいろ
その後もその人といろいろあって、はい、なんですけどね、まあそんな頃ずっとトップばっかりやってて、その時の名作がこれです。でもこれね、これの良さは使わなきゃわからないです、はい、これの良さはそうですね、今ここで拝見してる限りどうだろうか。まあでもね、興味のルアーを使ってる、プラスチックのルアーばっかり投げてる人たちが、はい、これ動かせるとも思えないです。これは、でもワイヤーとかも細めで。かなりそれはね、機能的ですよ。まあ僕は昔から、ビジュアルよりも機能重視なんです、全ては。いやまあでも、そのうち、あれですね、JB の出資で、小森嗣彦ミュージアムが河口湖のほとりにオープンするときには、非常に貴重な。その時まで、ね、焼却して捨てておけば。いや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 。いや、もっとちゃんとできてるルアーもいっぱいあるんですよ。ね、もちろんもちろん、だって。これはだって、もう封印してるって言ったじゃないですか。はい。この中に今メガバスのちょっとね、レアなものが入ってるので。はい。もう本当に一ファンとして使っていた頃のメガバスとかが、はい。今見せていただいたような感じなのかな。これちなみに給与しながら拾ったんですけど、はい。すっげえいい動きをして、これ作った人をもしこの釣り子さん見てたら教えてください。ああ。すげえ、すげえルアーでした。結構釣りました。すげえ。確かにすごい、ね。それこそ、結構これ昔なんで拾ったの、2009年とかなんで拾ったの、はい、だから当時にしてみればかなりなこうねフワットボディというか、まあ、船っぽいけどギル系でも使えたんで、そうですね、まあ、なんかサイズ的に本当バスが一番大好きな食べやすいちぎるサイズで、ね、ちょっと違う針がくっついてますちょっと危ない状態になんか、まあ、デールもなくなっちゃって、もうこの針は使えないんで多分捨てた方がいいと思うような針がまあついていましたけど、ね、この針捨てるの結構大変、はい、ああでもこれこれやっぱでもいいな、これ惚れ惚れするなやっぱりサイド見てもこれは釣れそう、入りにかなってる。メガバスでいっちゃうんじゃないんですか。いかないでしょ。コモリ X ですか。こればっかりちょっとキャドで作り直してみて、はい、比重とかもちゃんとやってみて、はい、作ってみようかな本当に。これよくできてるわ。でもインパクト的にはそっち の頭でっかちの方が、え、マジかよ小森さんっていう感じはありましたね。そうですか。でもね、はい、これまだね釣ってるからいいんですよ。釣れてるから、釣れてるから何にも恥ずかしいと思わないです。釣れてないやつなんてもう捨てちゃってるやつとか恥ずかしくて見れせられないだって冷静に考えたら、今だってまだ大会シーズン始まってないですから、日本で一番強いバスプロの人が渾身の力を込めて作ったルアーが、まあ、ピンクっていうあれですよこれでも作ったら言っときますよ。これ作ったら僕18歳の時です、はい、これを作ってでも V4 が取れるっていう、このちょっと、ね、これ作ったら18歳の時、こっち作ったら19歳の時です30年以上前ですよ。いや、これはでもお正月っぽくていいものが取れたんじゃないかなと思います、はい、ちなみに、はい、これ本当になんか釣れたやつだから恥ずかしくなく見せれますけど、はい、釣れてないやつは本当に恥ずかしくて見せられなくて、はい、ワームはこの3倍ぐらい作ってるんですよ実は。まあ、そのうちとかいつか僕がまだこの機嫌がいい時に、はい、ぜひお願いします見せたいと思います。はい、大量にありますね。はい、もう多分これはちょっと今思いのほかすごいのが出てきたんで、これはもうプラグはね、もうね、まああんまりなんですよ、作ってないながら、はい、でもワームに関しては、はい、見たら、え、これいつ作ったんですか、うん、この頃ですったら、うん、え、これだって今売られてるじゃないですかって、まさか死ぬほどあります。気になるけど、どんだけ早すぎる天才だったか。はい、いやいや別に早すぎなくて、だって今 V4 なんですから、はい、早すぎてないです。当時はだから出しても売れないと思ったので。現在進行形で強い、はい、面白いものな、どういな。 YJX の最初僕バルサでプロトを自分で作ったんですけど、ね、それを多分恥ずかしくて捨てちゃったから、ね、捨てないでください、貴重な。でも恥ずかしいじゃないですか、なんか。そんなもんですね、はい、作ったものはないな。これは IGX を作る前に作ろうとして IG で失敗しても途中でどうでもよくなったやつだ。はい、見せられない。あ、それ見せられない。これ見せられない。コンクルージョン。
まあいろいろとこうやってやっております。小森さん、じゃあ今日もありがとうございました。なんか恥ずかしいところだけ見せられて、まあいいや、リープ X200、201を手に入れたから。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。